どうも皆さん、不定期更新動画、ヤンさんの部屋へようこそ、ヤンさんです。さて、皆さんはコンビニってよく寄るでしょうか？ヤンさんもね、結構寄ってしまうんですよね。まあ、飲み物、お茶とかコーヒーとかよく買うんですけれども、そのために寄ってしまったりとかですね、するんですけども。まあまあ、ヤンさんの話は置いといて、はい、コンビニによく寄るよという方も、まあ、コンビニそんなに寄らないかなという方もですね、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。では今日も始めていきましょう。はい、ということでですね、本日も始まりました不定期更新動画、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さて、今日ご紹介するものなんですけれども、はい、では早速ね、いきたいと思います。本日ご紹介するのはこちら。はい、スヌーピーの当たりくじ、こちらをやっていこうと思います。こちらですね、9月3日に、販売開始されたものなんですけれども、まあ、フラッと寄ったコンビニで、こちらやっていたので、まあ、知ってはいたんですけど、ね、今やらないかなーなんて思っていたんですけど、やっぱやってみようということですね、ちょっとこちらをやってきました。そしてですね、やってきましたのですいません、動画を撮ってきていません。なので、はい、ではテロップさん、ヤンさんは こっちかな、こっちか、こっちですかね、にちょっと移動したいと思います。行きましょう、テロップさん準備いいですか？ OK、 では行きましょう、せーの、はい、はい、ということでですね、ヤンさんは移動してきたわけなんですけれども、はい、本日もですね、ラインナップ等はちょっとテロップさんにお願いしながら、ちょっと少し狙いの話などをさせていただきたいなと思います。ヤンさんが今回狙っていたのは、まあ、あればいい、まあ、どれが出てもよかったんですよね。粘着式クリーナーかなと。あればお部屋の掃除が便利になるので、まあ、こちらをちょっと狙っていたんですけれども、まあね、でも、極論どれが出てもよかったので、まあ、残りはね、上位賞、ホットプレートとかはなかったんですけど、まあでもそれでもやってみようかなということでやってきました。ではですね、結果をお出ししたいと思います。ではテロップさんいいですか？今日は準備バッチリそうですね。はい、 OK ですね、いきましょう、せーの、はい、はい、ということでですね、本日は3のウォールポケット、それから、5のミニトート、そして13ですね、13の折りたたみコンテナのベージュ、こちらが当たりましたので出していきましょう。まずは3のウォールポケット、それから5のミニトート、そして13の折りたたみコンテナということですね。まあ、ヤンさんの狙っていたちょっとミニクリーナーは出なかったんですけど、まあ、でもね、コンテナってあると便利ですよね。いろんなもの入れたりできるので、で結構どれも、まあ、これもほらお買い物に使えたりとか、そういうものになるので良かったかなと思います。ボールポケットもね、ちょっとすいません、でかいな、こんな感じの壁にかけられるポケットですね。はい、こちらになっています。では早速お分けしていきましょう。じゃあちょっと折りたたみコンテナを最後にしようかな。はい、ではまず、3番のウォールポケット、こちらを開けていきたいと思います。さて、ウォールポケットは、ね、壁に、ね、引っ掛けるタイプのものになるんですけれども、はい、こちらですね。スヌーピーはもうもっちもちのクッション、ぬいぐるみと同じような感じですね。で、結構生地も、まあ、冬とかによくあったか生地な感じのやつですね。で、こちらですね、壁にこんな感じで引っ掛けて使えるものになっているので、でポケット、はい、ちょっと白い紙が入っているんですけれども、こちらもね、すべてポケット、1、2、3、ここ大きいポケットですね、4、はい、下の2段が大きいポケットで、上の1段目が小さいポケットが2つ入っていて、一番上はスヌーピーと。これかわいいですよね。で、結構なんか原画じゃないですけど、はい、カラーじゃない、なんていうかな、イラストが描かれているので、すごくかわいい、ウォールポケットになっています。では次、こちらミニトート開けていきましょう。
さあミニトートというぐらいなので本当にまあ小さいトートぐらいにはなっているんですけど、小さいですけどちょっとしたコンビニ行くお買い物とかだったら、まあ、あるとすごい便利かなっていう感じですね。はい。で、ちゃんとここ立つようになっているのでしっかり立つのと、あと中が赤中赤で中に小さい内ポケットがついているので、こういうのもねあるとすっごい助かりますよね。内ポケット細かい、例えば車の鍵とか家の鍵とかこういうところに入れられるとすっごい便利ですよね。はい、ということでこちら5番のミニトート、こちらになります。はい、そして最後折りたたみコンテナベージュ。折りたたみコンテナもねお片付けするときにはすごく便利なので重宝しますよね。はい、よっ、よいしょよいしょよいしょ。組み立てはちょっとね硬いかなっていう感じなんですけど、でもすごく、ちょっとこれをちょっと置かさせていただきますね。はい、ということでこちらですね、折りたたみコンテナ、表とどっちが表かわからないんですけど、どっちも同じかな。はい、横のところですね、真正面ではなくて取っ手のついている部分は同じイラストが反対側にも描かれているんですけど、こちらもイラストのね絵になっているのでどっちを向けて置いても可愛いですね。逆にこう向けてしまうとちょっともったいないなっていう感じですよね。こっちを向けて、ぜひ部屋に置いたらすごく可愛いんじゃないかなと思います。はい、ということでですね本日はこちら、スヌーピー当たりくじ、こちらをご紹介していきました。ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。はい、はい、当たった賞を、今回は3回引いてきたんですけど、全部で、ウォールポケットとあとは折りたたみコンテナ、それからトートバッグですね。はい、こちらが当たりました。すごくね使い勝手はいいと思いますので、まだあるんじゃないかなと思います。全国のローソンに多分やってみると思うので、見つけた方ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで本日はこちらスヌーピー当たりくじをご紹介していきました。はい、ということでですね本日はこちらスヌーピーの当たりくじ、こちらをご紹介していったわけなんですけれども、全体的に今回のスヌーピーの一番くじはすごく使えるものが多い、普段使いできるものというか、お部屋でしまっておくものとかお掃除するものとか、あと角皿とかもすごく、ね、あると便利だと思いますし、マグなんかもね絶対使いますよね。はい、ということでですね本日はお家にあると便利なこちらのスヌーピーの当たりくじをご紹介していきました。先ほどもご紹介したんですけど、多分全国のローソンでまだやっていたらやっていると思うので、見つけた方はぜひやってみてはいかがでしょうか。ちょっと普通のね一番くじよりもちょっとお高めなんですけれども、それを差し引いてもすごくいいものになっていると思うので、見つけた方はぜひ挑戦してみてください。ということで本日はこちらスヌーピー当たりくじをご紹介していきました。お相手はヤンさんでした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ウォールポケット。